ディープフェイクっていうのやつ。言ってたやつですね。言ってたやつですね、ずっと。っていうのは、今、詐欺広告ってね、話題もなってるじゃないですか。はい。はい、でね、ちょっと、まあ、そこの流れからなんですよね。だから、まずそこからちょっと説明したいんですけど。はい。見てもらいたいんです、これ。おい？ほら。天皇皇后を使って、このプラットフォームは確実にあなたにお金をもたらします。ひでえな。ひどい話でしょ、これ。これはひでえな。こういうのインスタグラムでやっていたり、あとこれですね、Facebook。はい。これ村上、もう昔の村上ファンドのことです、ね。あ、村上ファンドでしょうか、はい。株式市場が暴落と予想していますとかね。そういうことで、こう下にクリックしてくださいって言って、クリック行くと LINE アカウントでしょ。ああ。で、ここに行くと LINE のグループに引っ張られて、そこなんか桜がいっぱいいて、はいはい。いや、儲かったねーっつって、まあそこで騙されていくパターンなんですよね、これ。でこういうのもあるんですよね、これ。あちゃん。ね、これもそうですよね。なるほど。100万円でいくらになりますみたいなやつをやってる。これもキリないんですよ、これね。アニメまで使ってます。ああ、ドラゴンボールでしょ。で、イーロン・マスクがこんなね。おうん。完全まあ合成ですけど。はい。あとは、よくあるのはこれ皆さん気をつけてください、これ。これでなんかテストですよ。あなたのテストをしますよ、みたいなやつにクリックさせてクリックしていくと。はいはいはい。で、これはそういうのに騙されていくパターンもあるし、これクリックした後でウイルスに感染させられるパターンもあるんで。なるほど。こういうのはね、もう絶対クリックしちゃダメです。で、一個チェックするのは、これ絶対出てるんですよ、こうアドレスが。はい。どこ行っても見ても。多分これにもアドレス出てるでしょ、これ。あ、はいはい。必ず出てるんで、これを、コピーして、ペーストして、インターネット上で調べて、嘘だったら結構わかります。あ、そうです。はい。だから、それも一つの手だと思います。そこまでできる人が、であればですけどね。これは画像じゃないですか。はいはい。で、文字と画像だけ。今、ディープフェイクっていうのはもうね、映像なんですよ。はい。完全なる。はい。でね、これは例えばなんですけど、これ国際広告じゃないですけど、こんなのがあってね。これ、ロシアの広告なんですけど。広告、はい。はい。ブルースウィルス、うん、テレビ広告ね。まあまあロシア語なんで何言ってるかあれですけど。まあ残念ながら何言ってるか分かんないですけど、なんかこう言葉で、そうそう、でも通信会社の広告なんですよ、これね。これね、ブルース・ウィルス全部嘘なんですよ。本人じゃないんですよ。いつのやつですか？最近なんですけど。だってブルース・ウィルス引退してるじゃないですか。そうそう。で、嘘なんですよ、要は。で、これも全部嘘で、全く分かんないですよね。すげえな。で、声もあれ似てますよね。はい。で、あとこういうのはね、これはね、トム・ハンクスさんが、ビウェアって言ってますよね。There's a video って言って、自分の、ビデオを使われてるんで気をつけてください。私違いますよと。あ、っていうメッセージ。そうですね。はい、で、some dental plan って書いてますけど、歯のですね、なんか治療の広告に使われてると。これもディープフェイクだったんですよね。顔をね、いじられちゃってるってパターンがあって。で、本当にどんな詐欺が起きてるかっていう話なんですけどね。で、例えばこういうのもあるんですよ、また。あれ？これタイタニックですよね。なんでシワちゃんは？だから顔だけ入れられちゃってるんですよ。すげえな。だこんなことはもう当たり前のようにできると。当たり前のようにできると。できるようになっちゃってるわけですよ。はい。で実際騙されてますみんな。うん。すごい。で、これニュース1個ね。ディープフェイクビデオスキャンって言ってますけど、プロンプトレスウォーニングって書いてますね、これ。ディープフェイクビデオ詐欺。はい、警察に警告ということで、AI 技術を駆使した詐欺で、香港企業から38億円が盗まれてるんですよ。で何が起きたのか、はい、チャット GPT に、はい、この事件の概要を入れて、はい、画像を作れって言ったら、これ作ってきました。いや、しょぼいな。しょぼいですよね。これね、多国籍企業の、イギリスとかで、中国とかでやってる企業なんですけど、はい、この香港支局の財務担当社員、これね、一応イメージです、これ。うん、はい、はい。が、イギリスにいる彼の上司。うん。と、からメッセージを受け取って、うん、リモートでやるぞと、はい、会議を、はい。ね、会議に出たと。はい、そしたら、あんま本人が出てきたわけですよ、向こう会議ですから。はいはいはい。ここに口座に入れてくれと。おー、そういうことか。うん。で、入れたら、38億円。へー。だ、間違って入れちゃったと。なるほど。要は偽物だったんですよ、ここが。チャット GPT の絵が。そうです。パソコンがいつのだよ、みたいな。そうだね。そうですよね。この辺がね。
ちょっとあんまりこの辺リアルすぎるとダメだっていうのあるかもしれない。それで、はい、じゃどんだけこれで簡単にディープフェイクできるのかと。おお、はいはい。作ってきました。出た、ついに。ついに。ついに。これあんまやりすぎて怒られるんで。ダメですよ。そうそうそう。まずだから、これ見てください。これ僕ですよ。あ、はいはい。あ、これこの間のインタビューやりましたよね。元 MI6 の方。そう、インタビュー。この時に私が。はいはい。を今、日本でも、でやってますよね。はい。これ短いやつですよ。はい、これね、この人変えてみました。はい、喋ってもらいましょう。アセキュリティの企業を、はいはい、今、日本でも、だから、これ、私、小池さんになっちゃうわけですよ、こうやって。小池さん、こんな顔だっけ？そうなんですよ。ちょっと美しく、鍵型山田さんにしたから？そう、ホーストイメージ全然違うんですよ。いや、元大阪府知事の太田さん。ああ、太田さんとかね。ああ、確かに。髪型とかじゃないですか。どうやって作るかというと、はい、元の動画があって、そこに、はい、かぶせたい写真を選んでくるんですけど、はい、みんないい写真ばっかりじゃないですか。あ、まあね、コピーライトが大丈夫なような写真とか選んでくると、はいはいはい、これだったんでこれになったんですけど。でもまあ小池さんっぽいですよね、これ。でわかる。でね、いろいろまた作ってきました、他にも。大丈夫、怒られないよ、本当に。いや、これは完全にエデュケーショナルオンリーですから、これ。トレーニングオンリーですからね。はい、絶対外使わないですし、ね、やり方教えないです。行く前にもう一個だけ言っときたいんですよ、そう、教育っていう意味で。はい、以前覚えてます？出雲っていうね、横須賀の、はい、船が、はい、護衛艦が、上から取られてる、はいはいはい、ドローンのやつだ、ドローンで取られて、はい、あれが AI で作ってるんじゃないかって話。だって疑惑ありましたよね。違うぞって僕ら言ってたじゃないですか。はい、でね、やっぱ AI 作ってみると分かるんですよ。あれにコメントしてる人たちって AI とかこうなんで、ディープフェイク作ったことないから、全然分からないと思うんですけど、めちゃくちゃパワーがいるんですよ。いうのはコンピューティングパワーが。だから、すごい時間もかかるし、あんな成功に作ろうと思ったら、すごいお金と、うん、っていうのはサーバー使うのにお金かかるんで、あ、なるほど、ね、これもかかります、お金。サーバーに使うのにお金かかるのと、あと時間がめちゃくちゃかかります。あ、そうなんだ。だから、あんなものを作るのに、しかもあのクオリティで作ろうと思ったら、はい、もう割に合わないと思うんですよ。なるほどね。あんな嫌がらせだったとしても。はいはい、ね、まあだからそれも一つの根拠になるかなと思うんですけど。でね、この動画なんですよ。また私が。はい。これですね。ニコニコ。はい。一緒にやってる。そう。ニコニコ動画一緒にやってるね。久保田さんとね。はい、何喋ってたかってちょっとまあ見てみるとね。そこでやっぱりややこしいのは、多分宗教法人っていうことにして、はい、一応法人額を与えて、はい、一応このなんか文化庁が、管轄をしてっていう風な形にしてるじゃないですか。はい、じゃあお前ら会社でいいよってことになったら、はい、変なしビッグモーター教みたいなものを作って、そう、好き勝手できるってことなんですよ。だから僕これ、開始請求が逆にちょっと嫌なのが、はい、それで、単純に地下に潜りますよってだけの話なんですよ。確かに。っていう話ですよ、これ。はい、ね。もう、だからもう顔を変えちゃいました、僕これ。いいですか？まだ怒られたらですけど、はい、この人に。聞いてみましょうか。そこでやっぱりややこしいのは、多分宗教法人っていうことにして、はい、一応法人額を与えて。髪型変わるとこんなイメージ変わるんですね。全然違うけど。っていう風な形にしてるじゃないですか。じゃあ、お前ら会社でいいよってことになったら、変なしビッグモーター教みたいなものを作って、そう、好き勝手できるってことなんですよ。僕これ、解散請求が逆にちょっと嫌なの。いやもう、キッシーに見えない。見えないです。だからね、これ使う写真によるんですよ、やっぱり。聞いてる方だからやりやすいとかあるんですか？そんな関係ない。喋ってても関係ない。うん、関係ない。で、今、喋ってるのも変えました。あ、そう。次。あ、次。この人変えてみました。もうちょっと。いや、怒られない人選してるんですよ、はいはい、怒られる気がするけど。怒られる気がする。そこでやっぱり、ややこしいのは、多分、宗教法人にして、一応、法人額を与えて、はい、一応、この、なんか、文化庁が、管轄をしてっていう形にしてるじゃないですか。面白いんですけど。いいよってことになったら、変なビッグモーター教みたいなものを作って。そう、好き勝手できる。よく見るとリップはちょっと変です。そうなんですよ、そうなんですよ。逆にちょっと嫌なのが、はい、それで、単純に地下に潜りますよってだけの話なんですよ。いや、でもね、こうやって見て思うと、髪型と服装って大事です。ほんとそうなんです。その人じゃなくなりますね。で、なんだかって僕これ作るじゃないですか。はい、これ一回作るの多分ね、ほんと何時間もかかるんですよ。今ぐらいです。短さでも。はいはいはい、で、ただ、出来上がって待たなきゃいけないですか。うん、で、出来上がってみたら、あれ、この写真ちょっとあれかなとか。やり直しやり直しとかっていうか。それで、だいぶ近づけてこれなんですけど、やっぱ時間もっとかければ、うん、さっきのシュワちゃんのあれじゃないですけど、はいはい、ああいう感じでできるのと、もっと写真も、どんなものでも使えるんだったら、はいはい、で、あともっとクオリティが高いのは、写真も何枚も入れて、ああ、なるほど。やるっていうこともできるんで、うん、そうするとまだコンピューティングパワーっていうか、プロセスパワーがいるんで、それお金いるんですよね、またね。このトークの時の山田さんの髪型がこうやって見るとだいぶこう、なんつうんでしょう。透け込まし感が出てるという。あ、ね、これ、岸田さんが。よりによって、岸田さんが全然気が付く。確かに。誰だ
これって思って。だからこれをこっちにすればよかったんですけど、顔の形見て、あ、こっちは麻生さんだろうと思って、そういうのをこう、工夫していったり、撮る時点でもうディープフェイクするっていう、やってて、スタジオの光の当て方とか、変えていけば、もうもっと成功にできるということなんで、これできちゃうんですよ、これ。2番目はやっぱりね、岸田さんと麻生さんにするべき。いや、ほんでそれ一回やろうとしたんですけど、なんかね、ちょっと制約あるんですよ、やっぱり今。ディープフェイクしたものをまたディープフェイクと一緒にくっつけようとすると、ちょっとね、なんかエラーが出たりとかっていうのもあるので、あと、実はトランプさんを使おうと思ったんですけど、はいはい、トランプさんも Google で僕使ったんですけど、それもちょっとダメでしたね。理由は言わないですよ。ただエラーになっちゃう。トランプさんを使ったディープフェイクって世の中出回ってるんで。出回ってるからさすがに規制入ってるんですよ。で、それやるとやっぱりさすがに、なんなら犯罪になりかねないところなんで、これは絶対皆さん真似しないでくださいね。でもただこれが僕なんかでも、この自宅でサクッとできちゃうんで。この映像はモニター越しじゃないとちょっと悪用されちゃいますね。そう、字幕も出てますけどね。別にいいと思うって。この髪型で。でもおっしゃる通りで難しいですよ、やっぱりね。これだってそうだと思います。もうちょっと違う風にできると思うんですけど。確かに。髪長くしたりとか。写真もちょっと、トーン落とすとか、して入れればいいんですけど、はいはい、そこまではね。うん、髪型は移植できないんですね、あんまり。移植できないんですよね。あ、今そうなんです、ね。僕は普通にすればいいだけのことなんですけど。今普通でしょ。普通じゃないですよ。いやいや、その、小池さんっぽく。寄せていくってこと。寄せていけば。朝日劇の企業を今、日本でも、ね、喋ってくれる。声はできないんですか？できますよ。できます、もちろん。あ、そう。で、それも、もう月それこそ10ドルぐらい払えば、はい、サブスクすれば、10分ぐらいの音声入れて、で、あとは持ち目でタイプして、喋りたいこと喋らせることです。ああ、その人の声で喋る。その人の声で。はい。だから10分ぐらいの本当にサンプルだけ。へえ。で、あとは AI が全部やってくれる。とんでもないですよ。すごいな。恐ろしいな。だからまあ言ってますけど、今後ですか、これから5年、10年以内にはほとんど世の中にあるフェイク動画、フェイクニュースはこういう形になるんじゃないかと、うん、フェイク、ディープフェイク使われるから。これ使われるともう何が本当か全くわかんないですね。わかんないです、わかんないですよ。だから。どうやって確かめればいいんでしょう。で、これを確かめる人たちが、安全マークみたいなのをつけたいっていうことで、活動してる人たちいますね。うん、で、それで、その人たちの、あれを通さないと、そこにちょっと利権があるんで、そうです。国からも金出るんで、うん、なんかなんとかチェックセンターとかあるじゃないですか。まあ、利権の匂いがした。そうそう、ああいうところがそういうのに、うちが先やりますよっていうのを今は、やろうとしてるんじゃないかっていうところはありますけどね。はいはい。はいはいはい。ということでね。はい。はい。まあ皆さん気をつけてくださいということで。はい。はい。はい、で、チャンネル登録と、はい、あといいねボタン。はい。ぜひともよろしくお願いします、はい、ということと、あとニコニコチャンネルもやってますんで、はい、下概要欄ぜひ見ていただいてと、はい、あと質問も引き続き、お受けいたしますので、概要欄から質問を投げていただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい。